改札口ホーム、鶴市駅は山梨県鶴市鶴一丁目にある富士急行富士、急行線の駅。駅番号は FJ06。かつては特急停車駅であり、JTB 時刻表では鶴市の代表駅とされるが、鶴門下大学前駅の開業以降は特急通過駅となっている。定期ダイヤでは始発。 終着列車は設定されていないが、川口湖古城斎等の開催に伴い、川口湖駅発、鶴市駅業の列車が設定されることがある。島式ホーム一面二線と赤坂方から分岐して、駅舎の脇に至る側線一本を有する地上駅。列車同士の行き違いが行われることがある。線路はほぼ南北に走っており、ホームの東側に駅舎がある。 ホームの谷村町方の橋は緩やかな坂になっておりここから一番線の線路を越えて駅舎まで構内踏切が伸びている。駅舎は木造平屋建てだが大きなもので前面の様式は特徴的である。駅舎の内部には広い待合所と窓口があり自動券売機は設置されていないのでこの窓口で切符を購入することになる。駅舎の内部にはタクシーの待合所もあり、 駅前にはタクシーが待機していることが多い。以前は直営駅であったが1980年から業務委託駅となっている。また1980年代までは駅構内に売店があったが、現在は閉鎖されている。2015年度の1日平均乗降人員は483人である。鶴市の中心部、谷村にある駅で、 ここから谷村町駅方面にへ市街地が広がっている。駅周辺には商店街などもあるが、鶴市役所など各種施設へは谷村町駅の方が近い。駅舎隣のバス乗り場から下表の路線バスが発着しているほか、予約型乗り合いタクシー、鶴とあずまかつら、鶴ともリザートが利用できる。また、当駅から徒歩8分のところに高速バスの中央道。 鶴橋邸がある。ありがとうございます。